モーシェダイアンは、イスラエルの軍人、政治家。第四代イスラエル国防軍参謀総長、第四代農業農村開発大臣、第五代国防大臣、第四代外務大臣。ヘブライ語の彼の名前は、裁判官、モーゼという意味になる。第二次世界大戦で失明し眼帯をつけていた、ことから、片目のダイアンと称された。モーシェダイアンは、当時オスマン朝の領土であった。 パレスチナの器物デガニアレフで生まれた。父親はシュムエルダヤン。母親はデボラダヤン。モーシェは新設されたコミュニティで生まれた2番目の子供であった。父シュムエルは現ウクライナのジャシ級から移住したシオニスト運動家であり、アラブとの戦闘でその最後を見取った同志のモーシェバルスキーにちなんで命名した。14歳で初期段階のハガナーに参加し、 1938年、ユダヤ臨時長母警察に入隊、パレスチナ独立戦争に参加する。特別や戦隊の軍曹であった時期に、パレスチナを植民地下に置いた、イギリスのシオニズム支持の将校オード・ウィンゲートから、軍事協連を受け、彼の多大な影響を受けた。第二次世界大戦勃発直後の1939年10月、ハガナーが非合法化された。 ヤフネルの士官養成コースに参加していたダイアンもイギリス当局に逮捕される。懲役10年の有罪判決を受け服役したが、ハイム・バイツマンの尽力で2年後の1941年2月に釈放され、殺身されたハガナーとイギリス軍との連携に貢献した。ダヤンは連合国軍の一員としてオーストラリア第7不評士団に加わり、 1941年6月7日、シリアでビシー政権下のフランス軍と交戦。双眼鏡で敵陣地を見ていたとき、敵の弾丸が双眼鏡に当たり左目を失明した。傷は外眼筋も損傷するほど深く、義眼が入らなかったため、以降彼のトレードマークとなった眼帯を着用するようになる。それ以降、イスラエルの他か、独眼の将軍。 石岩の将軍の異名を取った。ダヤンはオーストラリア軍将校の推薦によって大英帝国で最も高位の四勲章を受賞した。1948年5月15日のイスラエル建国を受け勃発した第一次中東戦争でダヤンはヨルガン渓谷の防衛を指揮し多くの重要拠点を防御しイスラエルの勝利に大きく貢献した。百五十三年に 参謀総長に就任し、1956年の第二次中東戦争でも指揮を取った。1958年まで参謀総長を務めた後、政界に転身した。第二次中東戦争後の1959年に、イスラエル労働党から国会議員になり、農業大臣に就任した。1967年、第三次中東戦争の直前に、 国防省に任命され、1973年の第四次中東戦争でも、再び国防省として、戦争指導に当たるも、作戦の準備不足などの不手際を批判され、1974年5月に、辞任。その後労働党を離れて、ベナヘムベギン政権の外相を務めたが、意見対立により1979年に辞任した。外にったダイアンは、新党、 国家刷新運動を結成。1981年のクネセト総選挙で国家刷新運動は2議席を獲得したが、前年から健康を損ない総選挙直後に心臓発作で死去した。モリス、ベニー、ライチャス・ビックティムズ・ヴィンテージブックス、P684、喋ったいテバス、モーシャダヤン、ザ・ソルジャー、ザ・マン、 ザ・レジェンド、コートン・ウィフリン、ピーチ、ジューイッシュ・ウィメンズ・アーカイブ、ミリアム・ベレッツ・ハット・シェミュエルダヤン、ジューイッシュ・バーチャル・ライブラリー・ハット・タスリット、イスラエル・アイザック、ソルジャー・オブ・イスラエル、ザ・ストーリー・オブ・ゼネラル・モーシャダヤン、ファンク・アンド・ワグノルズ、P8、ありがとうございます。